鉄棒30秒対決、鉄みっちモノンチャンネルスタート。1回戦最初のチャレンジャーはマロン選手、レディーゴー。ルールを説明します。30秒でボールが5個入ったらクリアです。クリアできると思ったらいいねボタン。なんとマロン選手、30秒で10個入れると気合い十分です。30個いけるでしょうか。残りあと3秒、2秒、大変失礼しました。マロン選手もう一度チャレンジです。レディーゴー。30秒でボールが5個入ったらクリアです。プリン選手とのタイミングも重要になってきます。これはいいペースじゃないでしょうか。期待十分です。残り10秒、クリアなるか。ほっとタイミングが合わなかった。マロン選手も焦っております。ここでゲーム終了。マロン選手の結果は5、また5でした。イエーイ、5、それではプリンちゃん、待て、まだレディーゴー行ってません。それでは行きます。レディーゴー。続きましてプリン選手のチャレンジです。30秒でボールが2個入ったらクリアです。おっと、プリン選手早くもクリア。新記録狙ってゴーゴーゴー。残り10秒、新記録達成なるでしょうか。頑張るぞプリン、頑張る。プリン選手の記録は1個、2個、チャレンジクリア。手が痛かった、頑張りました。うわ、本当だ。ボールが大きくなってる。そうなんです、難易度を上げてチャレンジしていってもらいましょう。マロン選手は逆上がり、プリン選手は足抜き回りでのチャレンジになってます。残り10秒、1回でも多くカゴに入れたいマロン。さあどうなるでしょうか。30秒で結果4個でした。オーマイガー。次の挑戦者はプリン選手、レディーゴー。プリン選手ナイスゴール。まだまだいけるいける。会場も盛り上がってきました。30秒で2回入ったらクリアです。プリン選手落ち着いて、時間はまだあるよ。あと1回入ったらプリン選手クリアです。頑張ー。これってあり？あり？うん、もうありにしちゃう。プリンちゃんクリア。3回戦レディーゴー。3回戦目はこのボールプールに入れていきます。高さがある分入り口が見えにくくなっています。出だしは順調のようですよ。ボールを渡すタイミングもいい感じです。残り10秒、クリアできると思ったらいいねボタン。3、2、1、終了。やったね。マロン選手クリア。プリン選手レディーゴー。足抜きではなく足上げでチャレンジ。マロお姉ちゃんが助っ人で登場。二人三脚でクリアするぞ。残り10秒、応援にも力が入る。あと1個は入れたい。プリン頑張る。諦めないで、いける。ちょっとプリンちゃん、入れたらダメよ。ボールがでかー。これも30秒に5回、5回みたいです。5回入れたらクリアです。マロン選手がんばー。これどう、クリアできる、できると思ったらいいねボタン。プリンちゃんキャッチよ。もうマロン選手思わず押し込んじゃった。ガワ
マロン選手リベンジ待ってます。ただいま準備中準備中。続きましてプリン選手、30秒で1回入れたらクリア。レディーゴー。おお、取りに行ってよ取りに行ってよ。よいしょよいしょよいしょ、しっかり足に挟んでね。せーの、いけー。戻して戻して、1回1回も持ち上げてみよう。これはボール VS プリンの戦いです。おお、上がった。